ここは、今日本一勢いのある学習塾。当身、タコスクール。レイムは、夏休みに向けて、学習塾に入ろうとしていた。よし、ついに塾の前まで来たぞ。この塾、今すんごい人気だから、私なんかが入れるか心配だな。でも、迷ってても仕方がない。突撃だー。はい、次の方どうぞ。はじめまして、ゆっくりレイムです。塾長のタコスです。宇宙の入塾を希望されているんですよね。はい、でも私の学力で入れるかどうかわからないんですけど、どうでしょうか。そうですね、事前に見させていただきましたが、正直、厳しいでしょう。そうですよね、私が高望みしていました。じゃあそれでは。でも、私たちがサポートします。あなたの入塾希望理由に心を打たれました。今まで何かで頑張ったことがない。だから、この夏で勉強を頑張って、自分の可能性を広げたい。その違いがあるなら、少し学力が足らなくても、私たちが何とかします。タコス塾長、ふえーにありがとうございます。ふふ、生徒を助けることが我々の役目だからな。ということで、入会金、100万円です。え？というわけで明日までにお支払いを。ちょ待ってください。100万って冗談ですよね。あれ、言ってなかったでしたっけ。入会金100万、月額10万円です。月額も高い。どうしよう、そんなお金ない。塾に入るチャンスなのに。100万円なんて、どうやって集めれば、目標の塾に入るチャンスなのに。くそー。おい、何一人で泣いてんだよらしくねえな。マリサ、なんか100万がどうとか言ってたか。そう、塾に入るにはそれだけのお金が必要で。なんだよそんなことなら。フォトナで稼げばいいだろう。いやいやフォトナって稼げるんかよ。この大会で決勝に進出し、決勝でビクロイすれば、賞金がもらえるんだ。私に他の選択肢はない。なら、今すぐその大会に出場する。マリサ教えてくれ。あ、連れて行ってやる。ほんじゃ本編へ。ガッツだろ。ちょ、って。改めましておはこんばんにちは。ゆっくり霊夢とフランです。あやです。マリサだぜ。ということで今回は賞金を目指してソロビクトリーカップに出場していきます。賞金を目指して。霊夢さんついにプロゲーマーにでもなるつもりなんですか。じゃあは塾に通うための費用を獲得するために私がこの大会を紹介したんだ。教えてくれてありがとね。でもマリサ、一つ気になるんだけど、なんかピングめっちゃ高くね。んだってこれ海外サーバーだもん。お前嘘だろ。建築ありの大会で海外サーバーだなんて、地区にも程があるぞ。いつもの比較映像を出しておくか。海外サーバーはラグがすごいのでアジアのように建築、編集ができないんですよね。身を守るならまだしも、バトルになったらこの差は歴然だよな。何はともあれ、とにかく予選突破しないと、だよな。てか予選突破とか現実的なのかよ。今回参加しているのが一番下の中等地域になるので2500位までですね。うお、結構いけるんだな。ポイントで言うと、37ポイントくらい取れば通過できます。結構いけそうじゃね。ビクロイで30ポイントだから、まあ持って終盤まで残ればいけそうだな。とはいえ、キルムーブしてる敵にあったら即終了だぞ。そうだな、戦闘しないようにする対策は講じておかないとだね。逃走中、スタートですよ。いやそれとはまた違うだろ。いけ、撃たれた。早速お出ましか。まだ始まって間もないのに。どこだ、武士か、いた、竹やぶか、おって、トリマ3点当てたぞ。何もせずに引いてもこの距離なら一生追いかけてくるからな。ある程度やり合わないとなんだよね。くう、昔みたいに刀とかあれば。いやほんとそれですよ。敵さん引く気ないなこれ。打ち合いか、資材はあるけど建築バトルはできない。そして敵さんもフレアガン。硬直状態、だな。ちょっと待って、うお、近づいてきてる。やばいぞ、近距離戦闘は絶対的に不利だ。ここは距離を取る、壁で射線を切りながら後ろに逃げるわ。敵さん上を取りに来てますね。真上取られなきゃ問題ないぞ。よしよし、これだけ離れれば。いや待てよ、これ撃てるわ。1点2点3点4点、よし、めっちゃ当てた。ナイスエイム。おい、倒すチャンスだぞ。いや、ここは撤退する。奴を倒してもどうせ1ポイント。そうか、なら無理する必要もないか。ダメージ与えて引けただけでも大満足だな。ということでさようなら。ちゃんと挨拶して偉いですね。いや偉くねえだろ。よし、一旦敵さんからも巻いたことだし、ちょっとアンチガイへ出ようかな。出た、得意のアンチガイムーブ。今からずっとアンチガイにいるわけじゃないですよね。さすがにそこまで続けられない。オッケー、アンチ内に戻ってきたぜ。次が第4アンチ収縮か、もうだいぶ進んだな。とはいえ次のアンチがめっちゃ遠い。移動、位置取りを優先して動いていくぞ。お、目の前の家、アンチ内か。いや、なんか怪しくないか。うん、絶対今聞こえたわ。え、何がですか。ちょ、見てて。うわ、ほんとだ。揃ってマジでハイド多いんだよな。
その点フレアガンあるのは便利だね。なかったらあの足音だけが頼りだけど、動いてなかったら気づけないわあんなの。てか今の敵さん外に出てめっちゃ撃たれてるやん。霊夢がフレアガン撃ってびっくりさせたからだぞ。いやいや私が悪いとかないでしょこれは。あいち、そのまま直進か。目の前に空島があるぞ。しかもここら辺じゃ生物がなくて危ないですね。確かにヒルムーブの敵さんに見つかったら一巻の終わりだな。ならばこれだ。八郎、透明マント。いやクロークガントレットです。へっへん、これがあれば敵にバレずに移動できるぞ。あれ、このアイテムってこんなに見えなかったっけ？雪のエリアだからかも。これは地形と合っててラッキーだな。だが数秒経つと解除されちゃう。でももうアイス入りましたよ。移動が難しい場所に限定して使えばかなり活躍しそうだ。しかも30秒待てばまた使える。回数制限なし。このアイテム、祈りの霊夢にぴったりなのでは？勝手に名前つけんなし。アンチの真ん中ら辺まで来れたぞ。おい霊夢、その中気をつけろ。ああ、わかってる。おらあ、フレアガンマジで優秀だな。こういう時にリスク背負わなくていいのがでかい。そんでこの場所取っちゃうわ。壁壊せば鉄取れるし、結構優秀な拠点ゲットだね。いいぞ、今のとこめっちゃ順調。あら、アンチ外れちゃったか。でも結構近めだな。今のうち行けんじゃね。よし、行ってみるか。オッケー、普通にアンチ入れたわ。いやお前運良すぎ。でも行けるところまで行きたいから透明使う。ふぃー、奥の方まで出尽きるぜー。こんな楽に移動できていいんですかね。いいも悪いもないだろ、大会なんだから。いやまあそうですけど。ってことで拠点立てて一回ゆっくりしますわ。資材消費も最小限に抑えてる。まだまだ行けそうだな。うわ、これきつ。ほぼ反対側か。移動しにくいなこれは。ふん、さてどうするか。ちょ、フレアガン。おいおい、こんなアンチ外で狙われてるのか。いや、正面の敵が索敵で使っただけみたいだな。右よりでも移動してたっぽいから、一旦左にずれてみる。さっきの敵さんと一緒に移動しちゃうといろいろ面倒そうですね。ああ、だから別方向で行く。ここら辺の敵さん、もうさすがに移動してるよな。してなかったらやばいぜ。もう信じて進むしかないぞ。てか霊夢さん、だいぶ移動遅れてますよ。みんなもう移動し終わってるから、アンチ内に入るとき超危険だぞ。ああ、そのためにこれがある。ひげ、透明マント。いや違うだろ。これがあれば私はこのマッチの中で空気になれる。その言い方はなんか悲しいですよ。よっしゃ、ノーヘイトでアンチ入れた。マジかよ、死骸まだフルカンだぜ霊夢。次のアンチ、端寄りだ。これならなんとか移動できそうですね。霊夢、ここの移動が成功すれば一気に終盤、どんどんポイント入るぜ。だな、ここが勝負どこか。気合入れて移動する。霊夢、アンチ収縮来るぞ。頃合いだな。八郎、透明マント。怖いな、敵の建築めっちゃあるぜ。これ本当に敵さんから見えてないのか。わからんけどそれを信じて突き進むしかない。やばい、めっちゃ敵さんいるぞ。左で敵さんやられてる。もう効果切れちゃう。ちょっと最悪のタイミングだってそれは。やばいやばい、めっちゃ撃たれてる。反対に来てるぞ。横飛びで弾が合え。うお、ナイス回避。今よく見たらボックスされかけてましたね。弾上げなかったらやばかったですよ。マジで危ねえ。トリマアンチ内だ。フレアガン撃ってヘイト対策。うまく向こうにヘイト行ったな。次のアンチ、ジャングル方面だ。フレアガン撃たれてるがもう行くしかない。透明マント発動。それが初丸わかりですよ。やばいやばい、めちゃ撃たれてる。うわぁ、透明の効果が発揮できてない。ダメだ、一旦解除してボックス作る。フレアガン撃たれてる時は透明使うべきじゃないな。すごく当たり前のことだった。次の透明が使えるのはあと30秒後。ここは気合で行くしかない。うおぉ、誰も撃ってこないでくれ。霊夢ここ注意、めっちゃ敵いる。やばい、早くここを過ぎないと。おわ、霊夢後ろ。危ねえ、こんなところでやられるわけにいかない。トリムブッシュで耐えて。透明復活だ。八郎、ナイスタイミング。今はフレアガンも撃たれてない。すごいです、ノーヘイトで進めてる。これやっぱ周りに見えてないのかな。うおぉ、目の前で攻撃されてる。いや怖すぎ。うわマジか、逆方向かよ。しかもまだ透明も使えない。これはもうダッシュで行くしかない。正面に2人検知されてます。後ろもケアしないと。今壁置いたのに。ラブで貫通したな今。やばい、回復もミニコしかない。透明もまだ溜まってない。覚悟決めて突っ込むしかないぞ。よしわかった、すでに十分ポイントは稼いでいる。うおおおおおわー、ナイファイ、最後はあっけなかったな。でもめっちゃ稼げましたよ。もう16ポイントです。マジか、37ポイント必要で1マッチで16ポイント。これ続ければ予選通過はいけそうだな。よし、同じ感じでやってみる。その後、霊夢はウィムーブで序盤中盤を水上で過ごし、終盤は持ち前のアンチ外を使った立ち回りで、なんとか上位をキープしていた。霊夢、もうストーム良い警報来てる。これ以上アンチ外には出られないぞ。くそ、でもまだ死骸はある。まだだ、まだ伸ばせるぞ。待って、あの正面の敵、フレアガン当たれ。よし倒した、あの物資を拾えれば。いやー、ドンマイ、ちょい惜しかったな。今の敵さん、12キルもしてるバケモンでしたので仕方ないですよ。マジかよ、モサヤンケ。おい、でも霊夢、40ポイント超えたぞ。よっしゃ予選突破だー。海外サーバーでも予選突破いけるもんなんだな。祈りに徹したおかげですね。だが本番はこの後、決勝戦。決勝でビクロイすれば賞金獲得。せっかく予選通過したんです、決勝も頑張ってください。あーもちろんだ、やるからにはビクロイを目指す。ということで決勝戦へ。レッツラボー。
決勝戦だー。よし、ビクロイ目指して頑張るぞ。決勝はビクロイ以外のポイント制度はない。キルポイントとかもないってことですよね。それなら予選と一緒の感じでも良さそうだな。あー、祈りムーブでやっていく。オッケー、初動はフリーみたいだ。対空チャンス、当たれー。おい、レイム、全然当たってないぞ。この物長距離向きじゃないですわ。でも、近くに敵が降りてないことは確認できたな。ああ、それだけでも大きい。今のうちに物資を揃える。オッケー、まあまあ揃ってきたぞ。大事なのはこの物資を終盤までキープすることだよな。てか待て、今ショットガンの音したぞ。マジか、戦闘か。うわぁ、バチバチやってるな。レイムは上で様子見るだけでいいかもね。そうだな、いや、ちょっと待って、こっちに上がってきてる、来るんじゃねえ。チームドカット、ナイス、倒す必要はないし、いい感じに圧かけれたね。まあ、敵さんは溜まったもんじゃないでしょうね。いや、これは私の方に来るのが悪い。もう一度引き上げ、いや、これ以上反感勝ったらヤバそうですよ。だな、ならば、逃げるだけだー。散々削っておいて逃げるっていうね。いや、これはストームサージ対策。いや、人数的に発生しないわ。はい、いい感じに移動できております。鉄壁してないの奇跡だな。いや、敵とは結構合ってるんだ。ほら、こんな感じで発見したら、気づかれる前に先に撃つ。もう大丈夫なのかよ。そしたらすぐに逃走。なんだよその立ち回り。こうすることによって、敵さんが回復とか考えてるうちに距離を離すのさ。確かにこれは先に撃った人しかできないムーブですね。うわ、いい感じに削れたら詰めるからな。敵さん、今のなんやねんって思ってるよきっと。うん、間違いない。いい感じに生き残れてはいるけど、強いポジション取れてないし、まだまだ不安だな。とりあえずレアガン撃って安全確認と。むむ、あ、正面にいるね。あー、裂け目に入った。おい、あれに入れれば強ポジまでいけるぞ。うおー、なんだよ、後ろから撃たれてる。おらー、うおー、よく間に合わせた。よし、これでアンチの真ん中に拠点作れる。場所取りはいい感じだが、今回透明になるやつないんだな。そうなんよね、終盤へはいけそうだけど、果たして生き残れるかどうか。まああとは気合でなんとかするしかないっしょ。というか終盤へ行くまで時間ありそうですね。じゃあやるか、今のうちに。質問多いなぁ。今のうちに、YouTube のコメント返信をしていくぞ。回答はうつ主の私がしていくよ。それでスタート。リンゴですか？違う。いじめは受けていましたか？柔道してたから誰も相手してこなかったよ。戦って欲しかったなぁ。いや、それは違うだろ。ゆっくり実況作るの大変じゃないんですか？いや、大変だよ。ゲーム実況のコンテンツでトップレベルだと思うよ。でも、簡単にできることに価値はついてこないからね。作るのが難しいがゆえに、いい動画が作れるんだよな。そういうこと。だから大変でも、いい動画が作れるなら私は頑張るよ。夏休みに何かイベント的なもの考えてたりしますか？いやー、何かしらやろうとは思ってるんだけどね。例えば、お盆の週は毎日投稿、とか。そんなことできるの？できない。いや、できないんかい。労力との兼ね合いもあるから、やるとしたらコラボとかかな。みんなの希望教えてくれ。だぜ。通るかはわからないけどね。過去に戻ってやり直したいことは何ですか？何とかまではないけど、やっぱり、ゆっくり実況をもっと早く始めたかったな。私たちはゆっくり実況が流行りに流行った後に参入してるからね。正直、ここまで来れてるのが素敵なくらいだぜ。まあそれくらいかな。基本的に自分の人生には満足してます。みんなも後悔のない人生を。なぜ昔はキリル文字を使ってフォト直してたのですか？あ、なんで言語設定を変えていたかってことか。入力遅延が減るからだよな。実際今もトルコ語とかにしたら軽くなるぜ。今やらない理由は、現実拡張の言語も変わっちゃうからです。マークで覚えられればいいんだけどね。ちなみにマジの立ちで入力遅延減るから、極限まで軽くしたい人はおすすめです。画面の文字が読みにくくなるので、そこだけ注意です。味方さんはどういう人がいいのですか？これは大会のってことかな。やっぱり大会だから、順位取ってる人っていうのと、もう一つは話しやすさとかかな。大会の時にドギマギしてたらいい連携も取れないもんね。大抵の上位勢の人は、そこら辺もしっかりしてるから、やっぱ大事なんだろうな。だから結局知り合いと出ることが多いかな。そんな感じです。これラスト。自分はフォトナちょくちょく飽きちゃうんですが、ヤワラさんはどうですか？いやー、全く飽きないな。編集の時間を置くてフォトナ自体あんまできてないからだね。まあ確かに普通に遊んでたらどんなゲームでも飽きちゃうけど、私みたいに実況してる人とかは飽きにくいのかもね。普通の遊び方に加えてプラスアルファの遊び方を見出したらいいかもね。フォトナは無限の遊び方があるぜ。今回はここまで。皆さんいつもコメントありがとうございます。よければ高評価の上、コメントしてくれたら嬉しいぞ。それじゃ大会に戻るぞ。終盤一歩手前まで来た。まずは移動だな。気をつけろよ。やばい、表面的。うわぁ、まずいフルボックスされた。もうやるしかないぞ。よし、いける。120カット。ナイスカウンター3。今のうちに逃げるわ。ダメージ与えてなかったらレイムさんしばかれてましたよ。いや、間違いない。はぁ、はぁ、アンチが遠すぎる。レイム、そこら辺アンチに入ってる。ここで拠点が立てれれば。よし、なんとかボックスできたぞ。おい、嘘だろマジで。次のアンチ、まあ、反対。しかもこれ完全に山アンチだぞ。ここが勝負どこ、だな。ああ、必ずここを乗り切る、見てろ。霊夢、そろそろアンチ収縮来るぞ。ああ、移動する。いきなりローグラは怖いから、上から移動してみてるけど、完全に移動の最後尾ですね。移動してる人はみんな前にいる状態。
あれ、足音マーク。アンチガイにまだ残ってる。これも歌落ちしかない。当たれー。ドアはないスキル。まだいます。うわあ。嘘だろ。被ってないんだから無視して移動してくれよ。霊夢やばいぞ。アンチダメージが。くそ、後で使う予定だったが。発動。アンチガイ耐久。なに、ここでもうその技を使うのか。本当はもっと後で使いたかったんだけど、もうこうするしかない。霊夢さんやばいですよ。アンチめっちゃ先です。もう行くしかない。スラープの効果が残ってるうちに。やばいぞ。アンチ内が山だ。これ合流スイッチ。まだだ。まだいける。ワンチャンある。一回ここでフロッパーを食べて、あとはミスト使いながらなんとか進む。おお、鉄壁に鉄さんが進んできた建築が残ってる。これを伝っていけば。霊夢さん、もう少し。もう少しです。これマジでいけるぞ。戻ってこれるの奇跡すぎでしょ。アンチ入った。よっしゃー、まだだ。まだ賞金の道は残ってる。霊夢さん、アンチ来てます。く、もう移動か。うおー、近くでめっちゃ戦ってたな今。あれは無視、この場は移動を専念する。うおー、一気に下っていくでー。いいぞ、めっちゃすごいスピードで移動できてる。やばすぎやばすぎ、撃たないでー。大丈夫だ、ダメージ食らってないぞ。よっしゃ、先端まで来れた。移動完璧すぎます。あとはアンチが収縮するまで敵さんの足止めだ。無理するなよ、霊夢もまだアンチ入ってないんだからな。確かにそうだな、てか今のうちかも。うお、先端誰もいないじゃん。崖下で若干怖いけど、もうここで立てちゃうわ。次のアンチ先を祈るだけですね。おいちょっと待て、要素だろ。アンチ、完全に山の上。臆するな、辛いのはみんな同じのはず。そうだな、何が起きてようが、私は全力で生き残るまで。とりま先端まで来たぞ。ナイスです、ここから山登り。どうなるか全く予想がつかない。レイム、ストームが来る。もうここは気合だ。よし、何としてでも登ってやる。よじ登って、いける。あ、じゃなくて今は落ちたって。無理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 、ストーム酔い持ってるし、アンチ外耐久できます。うわー。ナイスファイト、こりゃきついわ。感染の敵さん見てみろよ。崖下にいた敵さん、みんなやられてる。ほんとですね、もう残り5人しかいないですよ。マジか、これもう先に上登らなきゃ無理だった感じだな。とほほ、アンチ運に恵まれなかったね。でも海外サーバーよくここまで頑張ったわ。てかなんで賞金目指してたんでしたっけ。実は塾に入るために100万円必要で。100万、でもこの大会勝っても賞金100ドル、日本円だと1万円くらいですよ。全然足りねえじゃねえか。まあ塾はいろいろあるだろ、まだ夏まで時間はある。それまでに何したいかいろいろ考えようぜ。そうだな、そうしよう。皆さん、いかがだったでしょうか。夏休みは、いっぱい時間があります。遊びまくるのもいいですが、何か、時間がある時じゃないと達成できない目標を作って、一生忘れられない夏休みにするのも思い出作りの一つです。人生100年と仮定したら夏休みは100回、大事に過ごすんだぜ。そしたら私は他の塾を探しに行かないと、みんな、高評価とコメント、待ってるね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、